問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 番教室で女の先生と男の学生が話しています男の学生はこの後すぐ何をしますかそれでは今日の授業は終わりです宿題の作文は来週忘れずに出してください先生何か手伝いましょうかああ、うん、どうもありがとう 私はパソコンを片付けるから、うーん、じゃあ黒板消してくれるはい。あと、CD プレイヤー先生の部屋に持っていきましょうか。CD プレイヤーは次の授業でも使うからそのままにしておいて。ありがとう。男の学生はこの後すぐ。 何をしますか 2> 2番男の人と女の人が話しています。男の人は友達のお見舞いに何を持っていきますか 鈴木さんが入院してるって知ってたうん。私、昨日お見舞いに行ってきたんだ。思ったより元気そうだったよ。あ、ほんと。よかった。僕も今日行くつもりなんだけど、お見舞いって何持っていけばいいと思う私は花を持って行ったけど、鈴木さん入院生活が退屈だって言ってたから、雑誌か何かがいいんじゃないそっか。じゃあそうしよう。 あと、果物でも持っていこう。あ、果物ね。手術したばかりだから、まだ食べられないと思うよ。飲み物の方がいいんじゃないジュースとか。あ、そうだね。そうしよう。ありがとう。男の人は、友達のお見舞いに何を持っていきますか 3番。大学で男の学生と女の学生が話しています。女の学生はケーキをどう切りますか先生がこのケーキみんなで食べようって。え本当じゃあ私が切ろうか。えっと、何人いる僕たち4人と先生。ああ、どうやって切ろうか。 まず四つに分けて、その中の一つを半分にすればいいよ。え、でも、それじゃ、二人分小さくない僕と佐藤さんは甘いものがそんなに好きじゃないから、それぐらいがちょうどいいよ。あ、そう。じゃあ、そうさせてもらうね。女の学生は、ケーキをどう切りますか 4番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこの後何をしなければなりませんか ?2 時からの会議、準備はできたはい。こちら、頼まれていた資料のコピーです。あ、ありがとう。会議室は何時まで予約してくれた ?1 時半から4時で予約いたしました。うん。 そのぐらいでいいだろう。それと、始まる前にエアコンをつけておいて、今日暑いから。はい。会議の時はお茶を出した方がいいでしょうか。うん。お茶の準備は中田さんにお願いしよう。僕から頼んでおくよ。女の人はこの後、何をしなければなりませんか 5番男の人と女の人が話しています。男の人は箱に何を入れますか引っ越しの準備手伝いに来たよ。ありがとう。えーっと、何をしようか。それじゃあ、そこの本を箱に詰めてくれるわかった。CD も入れるそれは友達にあげることになってるから、そのままにしておいて。うん。 あと、こっちの鍋とかフライパン、もう使わないから箱に入れちゃって。でも、お皿は私が入れるから置いといて。うん、わかった。男の人は箱に何を入れますか 6番学校で先生が話しています。学生は明日何時に教室へ来なければなりませんか明日は皆さんが調べたことについてパソコンを使って発表してもらいます。発表の時間は一人10分です。明日はまず9時から30分間練習をしてその後で 発表を始めます。パソコンの準備がありますから、練習が始まる10分前に教室に来てください。学生は明日何時に教室へ来なければなりませんか 一番。女の人と男の人が話しています。男の人が夏休みに海に行った一番の目的は何ですか 林さん夏休みはどこか行ったうん今年の夏休みは海の近くの温泉に行ってきたんだいいね温泉でゆっくりしてきたのうんでもそれより今回は花火大会が見たかったんだ海岸で見られるんだよそうなんだじゃあ泳いだりはしなかったのうんでも水族館で泳ぐ魚を見てきたよ 男の人が夏休みに海に行った一番の目的は何ですか 2>, ?2 番うちで女の子とお父さんが話しています。女の子は どうして残念だと言っていますかあれ雨やんじゃったうん。 もう降ってないよ。えー残念。これから友達のところに遊びに行くのに。どうして雨だと歩きにくいでしょう。服も濡れるし。それに、濡れたら風邪ひいちゃうよ。でも、せっかく買ってもらったのに。ああ、新しい傘のことそう。とっても可愛いから、早く使いたいんだ。 女の子はどうして残念だと言っていますか ?3 番女の留学生と男の学生が話しています女の留学生は どうして来週の国際交流会に行けませんか。来週。 姉が日本に来るんだ。そう。お姉さん何日ぐらいいるの一週間。じゃあ、国際交流会に一緒に来たら来週は外国人のための着物教室があるって聞いたよ。ほんといいね。いつ水曜日の1時から。え、ちょうどその時間は姉を迎えに空港に行ってるんだ。だからその日は無理だな。 そっか、残念だね。うん。姉が来たら週末には一緒に京都に行くんだ。生け花もやってみたいって言ってるし、忙しくなりそう。女の留学生はどうして来週の国際交流会に行けませんか 4番、留学生が話しています。この留学生が日本に来た目的は何ですか はじめまして、マリアと申します。今は日本語学校で勉強しています。国の大学にいたとき、日本人の友達とよく日本の映画を見たり、日本料理の店に行ったりしていました。それで和食に関心を持つようになりました。来年、専門学校で日本料理の勉強をするつもりです。 そのために日本に来たので学校に入れるように頑張ります。将来は国へ帰ってレストランを開きたいと思っています。この留学生が日本に来た目的は何ですか 5番カメラ屋で女の人と店員が話しています店員は今年のカメラはどう変わったと言っていますかすみませんこの2つのカメラ どうしてこんなに値段が違うんですか値段が高い方は今年出たばかりの新商品で安い方は去年のなんですよ。へえー、それで何が新しくなったんですかサイズは同じですね。はい、そうなんですが重さは3分の2になったんですよ。ちょっと持ってみていただけますかあ、本当だ。<っ>他にはどこが違うんですか そうですね。他には特に、色も前と同じで5種類ありますし。そうですか。最近は水の中でも使えるカメラがあるって聞いたんですけど、これはええ、それはどちらもできますよ。店員は今年のカメラは どう変わったと言っていますか六番会社で女の人と男の人が話しています。女の人はどうして飛行機を使いたいと言っていますか あの、課長。今度の出張は飛行機を使っていきたいんですが。え新幹線の方が安いんじゃないの乗ってる時間は飛行機の方が短いだろうけど。ええ、そうなんですが、出張先の会社が空港からは近いんですが、新幹線の駅からは遠くて。うん。始発の新幹線で行っても会議に間に合いそうもないんです。 じゃあ、新幹線だと、前の日に行ってホテルに泊まらないといけないのか。はい。結局、飛行機で行く方が安くなるので。それなら飛行機を使う方が良さそうだね。女の人は、どうして飛行機を使いたいと言っていますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでください1番 1> 男の人と女の人が話しています明日の山登りの準備できたうん大体できたよ温かいジャケットは荷物に入れたううん。 荷物が多くなっちゃうから入れてない。さっき天気予報を見たら明日は晴れるって言ってたよ。いや、山の上は急に雲が出てきて気温が下がるっていうことがよくあるんだよ。そうだね。うん。この間も朝は青空だったのに途中で風が強くなって大変だったんだ。そう。 男の人が伝えたいことは何ですか ?1、荷物を減らした方がいい。<S 2, 2、上着を持って行った方がいい。3、天気予報はよく当たる。4、明日は天気が悪くなる。 2番。2> ラジオで男の人が話しています最近嫌な匂いを消すための製品がよく売られていますね。しかし、例えば食べ物が腐っている匂い、何か燃えている匂い、こういう匂いが全くなかったらどうなるでしょうか。体の匂いの変化でわかる病気もあるそうです。匂いが感じられないということは危険でもあるのです。 いろいろな匂いを感じながら毎日の生活を楽しむ。これが自然で健康的な生活だと私は思います。男の人はどんな話をしていますか <S ?1, 1、匂いの消し方2、匂いの種類が多いということ 三、匂いが大切だということ。四、匂いの楽しみ方。三番、テレビでゲームを作る会社の社員が話しています。 私は去年まで子供向けのお店経営ゲームを作っていました。具体的には子供がゲームの中でパン屋や花屋の仕事をやってみることができるというものです。しかし今後はゲームであっても大人が会社の経営について学習できるようなものが作れたらいいと思います。例えばこれから自分で会社を作りたい人たちのために 実際の会社経営をイメージしながらできるものを考えています。社員は何について話していますか ?1 前の仕事での失敗 2, 2会社経営の方法 3, 3 これからやりたい仕事。4. これから学習したいこと。問題4。問題4では、絵を見ながら質問を聞いてください。 矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1番 1> 先輩が荷物をたくさん持っていて大変そうです。何と言いますか ?1 一つ運んでもらえませんか二、<S 2> 2 <S 手伝ったらいかがですか三、<3 S 1> お持ちしましょうか二番、机の上に友達の帽子があります。何と言いますか一、1> 1 帽子忘れてるんじゃない ?2, 2帽子持っていかないで。3帽子置いておかないと。3番病院に先生のお見舞いに来ました。何と言いますか 1, 1. お見舞いにいらっしゃいませんか ?2. 2あの、具合はいかがですか ?3. よく来てくださいました。4番。会議の時間に間に合わないので、会社に電話をします。 何と言いますか 1, ?1 あの、少し早く着くと思います。2, 2あの、少し急いでくれませんか ?3 あの、少し遅れそうなんですが。 問題5問題5では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを、一つ選んでください。 1> 1番あシャツのボタンが取れそうですよええ私も聞きましたあ気が付きませんでした 3> 3取れるといいですね 2>, 2番 この間頼んだ書類できてるいてっ ?1 もうできたんですか <S ?2, 2 <S すみません、今やっています。3そこに置いといてください。三番 私、今からコンビニに行くんだけど、ついでにお弁当を買ってこようか ?1。いいよ、後で行くから。2>, 2。ああ、買っていくよ。3。3> え、僕行けないよ。 4番、この本、山田さんに渡しといてくれない ?1、1> 山田さんにもらっとくよ。2>, 2、山田さんに必ず渡してね。3、会えるかどうかわからないよ。 5番。せっかく来てくれたんだから、今日はゆっくりしていってね。1。1> ええ、ゆっくり歩いて行きます。2。じゃあ、そうさせていただきます。3>, 3。いやあ、おかげさまで。 6番、海外出張行くんだっていいなぁ。1、大変な出張だったよ。2、2> お土産買ってきてね。3>, 3、でもずっと仕事だよ。 7番。木村君これ、社長が書かれた本なんですよ。1。あ、拝見します。2。2> はい、お見せします。3>, 3。では、お目にかかります。 八番、どうぞお入りください。すぐお茶入れますから。一、ごちそうさまでした。二、あ、お構いなく。三、よく来てくれましたね。 これで、懲戒試験を終わります。